カップインコーヒーの説明いたします。今までこういうコーヒーがあったんですけども、香りの元のガスが出ますので浮いてきました。それをですね、こうやって切り込みを入れまして、で粉が出てこないように片面を二重の袋で覆いまして、でこういうカップに、タンブラーでもカップでも構わないんですけど入れまして、この切り口にお湯を入れて、ただ沈みますので、でつけっぱなし、ちょっと全体的にちょっと振っていただきましたら中が滞留しますので、つけっぱなしでお湯を入れて蓋をしてそのまま持ち歩けばじわーっとコーヒーが出てきます。欠点豆の汚いのを全部取り除いてますので、じわーっと美味しく出ます。でどん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 味が変わってきますけど、えぐみが出ませんので、お客さんの方から玉露のような味だというふうに言われてましたので、今回玉露のような味という味の感想を掲げてます。輸入された豆がですね、皆さんあまり見ることはないんですけども、輸入された豆を豆の状態によって1分とか2分とか3分で全て洗ってます。普通はそのまま焙煎機に飛ばして焼くんですけども、それが焙煎機の中で燻製状態になりまして濁りの元になります。それを専用のこの機械でですね、洗ってすすいで脱水して焙煎するという工程の特許があります。だからつけっぱなしでも大丈夫というコーヒーです。